こんにちは、盆栽ノートの目指せ盆栽士資格取得盆栽技能講座です。この動画は盆栽初心者の私が盆栽士の資格取得を目指して盆栽技能講座にチャレンジする動画です。講座は全12単元260単位に分かれているので、毎日1単位ずつ受講すると1年後には終了できる構成になっています。受講した内容を定期的に動画でレポートしていきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。それでは今回のテーマ、仕立て技術編、剪定の種類、間引き剪定と切り戻し剪定。この動画でわかること。1、間引き剪定とは。2、切り戻し剪定とは。3、強い剪定と弱い剪定とは。1、間引き剪定とは。間引き剪定とは、枝を根元から切り落とすこと。残された枝に力がつく。枝抜き、不要枝や忌み枝を抜き、樹形を整える間引き剪定。枝が増えすぎると樹形を崩し、通風や採光、養分の巡りも悪くなるので、枝が弱る前に間引き剪定をする。樹勢を落とさないよう、徐々に不要枝や忌み枝を落とすことがポイント。不要枝とは、樹形や樹勢を乱す不必要な枝。強い徒長枝や幹に比べて太すぎる枝、茂りすぎた部分の枝など。忌み枝とは、見栄えの悪い枝、車枝、貫抜き枝などの幹に傷を残す枝や、前枝、幹切り枝などの美観上好ましくない枝。2、芽かき。不要な芽をかき取り、樹勢と樹形を維持する間引き剪定。不要な芽は、傷跡を残さないよう早めに摘み取る。輪生し、車枝になりやすい樹種の芽は、二芽残して摘み取る。3、剥がり。葉を根元から摘み取る間引き剪定。葉が大きくなり、盆栽との調和が取れなくなったとき。葉刈りすると、葉がらの木辺にある脇芽が伸びる。この脇芽は伸びる力が弱く、生育期間が短いので、小さい葉がつく。また、葉の組織が若いうちに、秋を迎えるので、綺麗に紅葉する。全葉刈り、全部の葉を切り取ることで、すべての葉を小さくする剪定。1年に2回落葉することになるので、植物への影響は大きい。樹種や生育状態に注意が必要。部分葉刈り、大きくなった葉だけを切り取ることで、葉の大きさを揃える剪定。強い枝には大きな葉がつくので、その部分の葉を抜くことで、枝の勢いを抑え、次の葉を小さくさせる剪定。4、不要根の剪定。不要な根を抜き、粘りを整える間引き剪定。粘り以外の太根や、向きの悪い交差根、逆根を剪定する。根際の引こばえも、生育を害すので若いうちに、取り除く。2、切り戻し剪定とは。切り戻し剪定とは、枝を途中から切ること。
残した枝の芽の伸びや新たな芽吹きが良くなる。1、切り込み剪定。幹や枝を切り込むことで樹形を作る切り戻し剪定。針金で樹形を作る方法に対してハサミで姿を作っていく方法。目摘みよりも大きい枝の剪定を指す。太幹の切り込み、芯の立て替え。樹高が高くなりすぎたり、太幹を作る場合は休眠期に幹を大きく切り戻す。太枝の切り込み、枝の作り直し。幹より太い枝や伸びすぎた枝は休眠期に枝の付け根や芽まで切り戻し作り直す。剥がり地の切り込み、剥がりをした際は必ず枝の切り込みをして樹形を整える。2、芽摘み。今年伸びた枝先を摘むことで枝数を増やす切り戻し剪定。よく小さく仕立てるため、2から3芽残して摘み、枝を最低限の2本ずつ出させるのが原則。枝数が増えると葉も増え、古木、大樹感が出るだけでなく、同化、呼吸、蒸散作用も盛んになり、生育も良くなる。3、強い根の剪定。長くて太い根を短く切り詰め、細かい根を出させる切り戻し剪定。長くて太い強い根は、細根の生育を害し、地上部にも強い徒長枝を出し、樹勢を乱す。短く切り詰めることで、より細かい根を増やし、養分を多く吸収できるようにする。3、強い剪定と弱い剪定とは。強い剪定とは、切り落とす枝や葉の量が多い剪定。強い剪定をすると、根の貯蔵養分が残された枝や芽に集中されるため、新しく含めの勢いが強くなる。苗木の基本樹形作りや枝の作り直しなどで行い、樹勢が強いことが前提。古木や弱っている木は注意が必要。時期は春か花後の早い間が最適。日照りが続く夏になると芽吹きが悪くなるので注意。弱い剪定とは、切り落とす枝や葉の量が少ない剪定。弱い剪定は、枝数や葉数が保たれているので、強い剪定ほど芽吹きは多くなく、緩やかに成長する。樹形を保つ場合や、枝先の小枝を増やし、柔らかみを出す場合に良い。しかし、弱い剪定を繰り返すと、枝が老化するので、定期的に強い剪定で、枝の若返りを図る必要がある。今回は、ここまでです。この他にも、剪定方法や、植え替えに関しての、実践動画もありますので。画面上部にある、i マークの、その他の動画はこちら、から、ご視聴いただけると嬉しいです。次回の受講レポートは、仕立て技術編、苗木の剪定、です。よろしければ、チャンネル登録
願いします。ご清聴ありがとうございました。